つらして劇的に起こしてあげようかと思ったのに。失わないわ。施しを受けるなんてごめんですもの。
でしょう。はあ、損した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 。放課後、こっそり部室に来てくれる？うん、ちょっとだけでいいから。細かいことはその時に言うからね。ちゃんと来てくれる？俺は彼女にフォーリンラブしたみたいだよ。
彼女はまるで古代の女王のように美しい妖精かクレオパトラのようだ。そう思わないか？気安く恵みなどと呼ぶな！めぐみさんじゃない、めぐみ様、めぐみマーシャロックフェラー茅ヶ崎様と呼べ。なんだ、しょうがねえだろ、家が寺なんだから。お前、俺の頭の出来をとやかく言うつもりか？だったら黙っとけよ。で、僕はそのとっても美しいめぐみ・フォン・ヒースクリフ様のことを考えると夜も眠れない、そういうわけなんだ。ああ、一度でいいからこの手で抱きしめたい、そういうわけなんだ。そしてそのバラのつぼみのような唇に口づけたい、そういうわけなんだ。きっと彼女は言うね、リオタさん、私そんなはしたらな女じゃなくてよ、そんなはしたない結婚前の身ですもの、口づけなんていけませんわ。黙らっしゃい。そして僕は言うね、レイディ、何も恐れることはないのです、君はただ僕を信じてくれればいい。そこで彼女は頬を染めて言うんだ、はあ、私はなんて不死ならなの、いけないことなのに私ったら、いや、僕は彼女を安心させるために神々しくも優しい笑みを浮かべる、くー、そして白い歯がキラーン。のだまり、あなたごときが私の高尚な世界にいちいち口を挟まないでちょうだい。あー、もうどこまで行ったかわからなくなったじゃないの。そして僕は頬を朱に染める彼女の肩にそっと手を置く。彼女は一瞬ピクリと体を震わせてからゆっくりと僕を見上げるんだ。あ、リオタさん、どうか不死なのな私を決して嫌いにならないで、お願い。目をつぶってその褒美を我が手に、恐れることはないのですよ。そして、そしてついに彼女の桜色の唇、むぎゃー、唇が僕の目の前に、唇、ふんがバラのつぼみが目の前に、どこまで行ったっけ。うそ、鮮やかに色づいたその唇にそっと自分のそれを重ねていく。そして僕は優しく彼女を抱きしめると、彼女のぬくもりとかすかな震えが伝わってくる。わかるか、ぬくもりですよ、ぬくもり。こんな男臭くて硬い体じゃなく、柔らかくてあったかな、ふにふにのぷにぷにの、むひょー。そしてその後は
ごい世界が待っているですよ。もうそれはそれは口にできないようなあんなことやこんなことまで。うん、バカバカ。最後だよめぐみ。俺の熱い胸のたぎりはこんな感じかな。効かないからちょっと今日は力技で行ってみました。
兄ちゃん起きたから成功だね。椅子にこんな使い方があるなんて。じゃあ今日はエリの練習に付き合って。では始めるよ。エリピアノリサイタルの始まり。そうだな。そんな褒め方してたんじゃモテないよ。妹として心配です。で、結局どうなの？こっち来て彼女とかできましたか？このピュアな心の機微なんてつかめないよね。変だ。これでも頭はいいんだよ。